はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日はセクシーフィットネス始まって以来のゲストの2人をお迎えしております。まずね、こちら、フィジークというね、あの競技があるんですけれども、フィジークという大会で、マスターズ、世界の、マスターズ世界大会で優勝の田村義剛さんです。よろしくお願いします。田村くんはね、ここにありますけれども、V シェイプっていうね、ジム恵比寿の方で、経営もしておりまして、そちらの方の、V シェイプの、URL は下の方にありますので、こちらの方からね、V シェイプについては、ちょっとぜひ見てください。そしてお隣が、永瀬さんですね。ビキニフィットネスというね、女性の方の競技がありまして、そちらの方で、日本のマスターズで優勝、そして、昨年度は世界で3位ということで、今日は永瀬さんにも来ていただいております。永瀬さんはね、僕が毎週トレーニングを見てるんで、毎週お会いしてるんですけども、今日はわざわざ来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここのコメントの中でつい最近あったんですけど、ゆうじさんが憧れる体の人はいますかということで、実は面と向かって言ったことないんですけど、僕が憧れる体はこの人です。なぜかというと、田村君今何歳？今47、今年48年。48にもうすぐなるということで、僕と1個しか違わないのに、この体、そして世界一、これは憧れでしょ。その世界一が、例えば29歳とかだと、僕は憧れないです。だけどやっぱりほぼ僕と同じ年でこれというのは、やっぱり刺激受けますね。こんな体でありながら、某有名 IT 企業の役員でもあるということで、かなりその中でもこれを作っているのはやっぱり尊敬すべき人かなと思いますね。とにかく今週何回やってますか？そうですね、今年はちょっと大会がコロナでなくなっちゃった。今年ね、そうですね、全部なくなったんですよ。週4回ぐらい、3、4回っていう感じですね。永瀬さんはトレーニング週、6回ですかね。6回、僕よりもいいね。今日はね、この2人をお迎えして、こう今上に書いてある UFC ジムというところに来てます。 UFC というのは、男性なら大体知ってるかなと思うんですけども、総合格闘技の団体ですね。かなり高モテなハードコアな、総合格闘技の団体なんですけど、その総合格闘技団体 UFC の、ジムというのがありまして、カリフォルニア、ロサンゼルスに、ね、旅行行った場合には、だいたいベニスビーチのゴールドジム行ったりするんですけど、ハワイに行くとこの UFC ジムにね、ちょっと筋肉鍛えるぞっていう人はだいたい行ったりするんですけれども、その UFC ジムがなんとここ世田谷用賀にできたということで、このね、もうプロのお二人を一緒に見学をしてみたいと思って今日は来てみました。二人はハワイの UFC ジムとかは行ったことないです。僕もハワイもサイ行ったことないですけど、今日はじゃあちょっと楽しみにしてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行ってみましょう。はい、もう新しい2人、真っ赤だね、かっこいいですね、なかなかマシーンも。この体がかっこいいです、ね。おー、なんか、入り口はこっち？入り口です。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。お願いいたします。私はコンシェルジュの美咲と申します。よろしくお願いします。こちらのプロテインを販売しておりまして、はい、で、こちらがですね、岡部智さんっていう美尻のトレーナーさんの、はい、プロテインに、はい、なっております。でこちらの左側にありますのが、プロテインの自動販売機でして、
ちらはまだ日本にまだ1台しかないんですけれども、そのなんか変わってるね、すごい。もうあのフレーバーを押していただくと下からカップで出てくるっていう感じですね。そう、ドル表記です。あ、ドル。そうですね、あの海外から取り寄せております。もしよろしければ一杯いかがですか。はい、はい、感じです。はい、ようこそ。それは何なんですか。これはコーヒー味のプロテインです、うん、もう本当にコーヒー、うん、あと購入も UFC ジムのアプリで全部予約からチェックインから何か商品購入も全てアプリからで、アプリで購入していただいてこちらでからあの出てくるっていう、うん、商品もいろいろ、はい、たくさんありまして、新作もどんどん、はい、これはマウスピース。マウスピース。マウスピース？ユフシオリジナルのものがたくさんあります。アメリカ自体には世界に32店、2カ国にあります、はい、でここ洋画店が日本での1号店になります。お客様も含めて皆様のことをチームと呼ばせていただいて、ファミリーのような、そうですね、これもスタッフもみんなチーム。あ、本当だ。そう、このこういう写真もね、なんかある前で全然来た人のね、モチベーションがね。そうですね、はい、はい、すごいな、この化粧台が。なかなかこの化粧台はない。いいのかな、リア。あ、私、あ、有酸素マシーンですね。なかなか新品でゴージャスなランニングマシーンと、有酸素マシーンがありますね。ノーチラスのマシーンがいろいろありますね。ノーチラスというマシーンはね、このカムが特徴で、このカムによって例えばこのレッグエクステンションでも、力が出やすいとか出にくいところが体の中であるわけですけれども、その中で、力が入りにくいところも、一定の負荷、例えば40キロ、一定の分かるように調整されているのがこのカムで、それがまあノーチラスね、この巻きがですね、その形になっているノーチラスという名前なんですね。カムラが早速リアデジットをしたいと思います。こちらもノーチラスのリアデジット、フラットプルダウン、動画ずっと流れているこの男心を注ぐ感じになってますね。なかなか普通じゃない使い方をしてますが、普通のサイドレール、ダンベルのサイドレールとかこの種目の方が手の高さなんですよ。あ、手の甲ですと結構サイドを狙い、サイドに入ってますね、うん、普通にこうこうやるよりこっちので、まあ、そうですね、伸ばしながらやる方がかなりタイプ。こうやるとあのリアなんですけど、こうやると結構サイドに入ってます。手の向きでこれが手の甲が上に向いた状態でリアデルトに効いてる、この状態でやると、まあ、そうです、中央のミッドデルトに効きやすい。重い？ウィークポイントなんでね。これは僕が好きそうな腹筋のマシンだ。この腹筋は下から上から腹筋。これ
これ僕好きです、ね、両方から動くやつ これ欲しい収縮がこれ収縮がもうすごい理想的そうです今このレッグプレスを、体を斜めに向けて片足やってますけれども、こうするとこの大臀筋がよりストレッチされるポジションですね片足まっすぐやるだけではもちろん、太もものあたりにかなり効くんですけどこれが斜めになってるから大臀筋にかなり効いてくるこの引き伸ばし作用がかなりストレッチ効果があるというそういうやり方ですねあと一応しょぼい足出してるうつってなかなかスムーズでいい動きしてます。Hey, it's a wonderful studio, a martial arts studio. How do you use this? I'm sorry. Can I ask your name first? Sure. My name is Coach Ed. I work here at UFC Gym Japan. Mm-hmm. So at this place, we do a boxing class, uh-huh. kickboxing, uh-huh. Brazilian Jiu-Jitsu. Mm-hmm. We got a yoga class going on there as well. And here on this sandbag, anybody can come and show some punches or kicks. Right? And, so people can come here and kick this anytime? Anytime. If they have their own gloves, uh-huh. they can come here anytime, punch their bags, right. kick, you know, release some stress. That's very good for guys. I know, right? Uh-huh. And here at this place, we got a DUT class going on. What is DUT? So DUT is Daily Ultimate Training. So it's like high interval training. So basically what we do is we make a 5 or 6 different workout plans. So for example, we do abs, we do bikes, we do a rowing, sometimes we do... Oh, this rowing. Yeah, rowing as well. We got a battle ropes here as well. So, uh-huh. you know, we do this for like 2 minutes, yep. one session. How do you use this rope? Okay, so what we do with this one is, this is gonna be a tough one, right? So let's say we're gonna do this for 30 seconds, right? Uh-huh. Ready? Step. But this 30 seconds is really hard, right? It pumps your arms. 30 seconds is long, actually. Oh, really long. So we use this, we do a abs with this ball. Right? Uh-huh. We got this bikes going on. Okay. So, and the interesting thing about this training is that we have a band that usually measure a heartbeat. Mm-hmm. So when we do this training, the heartbeat is going to be on the display. Oh, right? Okay. So let's say, Keishi, your heartbeat is slow. Uh-huh. Work harder. Yeah. Something like that. Sorry. So yeah, that's a unique point for our daily ultimate training. ちょっと待って。
きます。はい。見てくださいとかご連絡させていただくかもしれません。ジムはで、原宿そうですね。原宿でクレーンクレーンって言ったんですか。距離の一緒系濃いですね。やっぱりこのジュース本当日本じゃない。はい、みたいですね。おあすげえ、あすごいです、余裕ですね、やっぱり。まあ、まあ、まあ、そうです。回られて足をすごいです、棒するから。うわぁ、腹筋すごいです。サスケはどうですか上まで。おぉ、さすがですね。そう、これはイチゴナビで、あとフランチャイズしてビリコさんです。あのイはい、今日はいろいろと見て回りましたけれども、ね、UFC ジムちょっと見て、分かったのはね、あの格闘技だけでもない、ジムだけでもない、そしてあのヨガとかそういうスタジオもあって、さらにあの子供向けのね、カリキュラム、子供の、子供が運動しながら英語を学べるというところもあり、まあ、いろいろあの中身が濃いジムということがよく分かりました。でこの中にちょっとおしゃれな感じもね、結構やる気をかなり出してくれるこの色柄になってるかなと思いますけども、どうでしたか。そうです、かっこいいですよね、やっぱり。いい、ね、日本にないですね、このかっこいいの。なかなかね、個性が強いことなんか少ないからね、うん、こういう時代になったんですね。一般的なチームじゃなくて UFC はね、やっぱり男子だったら結構憧れるあのプライドの人と聞いただけで思い出ことがある、ね、そうですね。それがあのすごくいい経験になると期待しています。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。